負けられない戦いがここにある。やっていこうかということで、最終パートですね。やっていきましょうか。バイオハザードブリッジ。下が透けております。死体はいなくなっている。どこ行った？引っかかった。動けない。ということでね、今なんかチラッとね、見たことない武器を持っているように見えたと思うんです。落ちてどうするんだ。落ちちゃやーよ。あんでもねーよ。まあちょっとね、まあ今まで使ったことある武器だと、まあ、使い勝手がすごくいいし、威力もめちゃめちゃ高いので、まあ一瞬でボスをね、ぶちのめすことができちゃうだろうということでですね、まあ今回限りある武器を使ってですね、まあこの、なんだっけ、ハンドキャノンですね。ハンドピストルだっけ、ハンドキャノンだっけを使って、まあぶちのめしていこうというところですね。さあ、かわいいエーバー、残念です。私の愛しい娘。これも結局どうやってこう復活したのかとかさ、なんか儀式の全貌とかね、なんか儀式のその結果だけがこう出てきてるじゃないですか。このね、下りっていうのがいまいちよくわからないんだよな。だからこれまでのそのウェスカーさ、なんかこういう経、なんか経歴があってとか、なんかいろいろあってみたいな、そんなんでね、ウイルスがとかさ、力が奪われていく、マザービランダっていうね、急になんか真打ちが出てきたっていうのがちょっと歴史として浅すぎるのと、情報量が少なすぎるっていうのは若干わかりにくいっていうのが正直なんだよね。で、お前そのハンドガン持ってニアだろうがっていう興味深いいつの間にそのハンドガン持ってきたんだ。普通の人間ではないか、ちょっとよくわかんない。普通の人間ではないんですよ。そうなんですよ。あなたのおかげで無敵になりましたね。無敵というか、まあ不死身というか、まあ最終的に爆破するんだけどさ、今度こそ息の根を止めて。今だローズを。誰ここでさ、こう撃ってひるんでるうちに、なんだろう、クリスも助けてくれてなかったのに、うーなんか、なんか、お目目がおかしいことになってるけど大丈夫？なんでそれを奪おうというのか。アイシャドウ塗りすぎでしょ。我が対岸がなされる時が来たのよ。優しさに。さあ、で、果たしてどんな戦いになるかってところだよね。ハンドキャノンってね、なんか強い武器らっぽいけど、実は使ったことがなくて、どうなるかですね。よし、じゃあ、撃つ。撃つ。ああ、なんかこういうことか。一発一発の装填式か。あ、しかも一発一発入れていくんだ。うわ、これちょっと長引くかもしれねえな。うまく倒せっかな。当たってんのかどうかもちょっといまいちよくわかんないからな。よいしょ、さすがハードコア、強い、強そう、強そう。リーチが短い、リーチが、あ、痛い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 、長かった。実はリーチが長かった。うん、ちょっと待って、おい、オッケー。こう愛する気持ちはお前にもわかる。うん、わかるけど、じゃあ人様の子供を奪ってまで。お前の娘なんかじゃない。おお、あれ、いつの間にかサドラー、あ、ちょっと待って、いつの間にかサドラーになってる。サトラ、サトラ、死ね。いやいや、こう愛するお旦那さんさ、子育てでこんなことがあるよねみたいな、そういうさ、優しい話をしたらね、なんで殺し合うのよっていうね、まあまあ、こっちも遠慮なくね、ぶちのめしてるのがあるんだけど、あ、装填しきれてねえし、やべえ。え、ちょ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 、うら。よし、おり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 。あれ、ちょっと待って、おーっと、なんか飛んできた、降ってきた。さすが本家だな、さすが本家だな。やっぱりエセサドラーじゃ、サドラーは本物なんだけど。ああ、そうだ、金庫のせいで行かれたんだ。なんだっけこいつ、あれ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 、え、名前忘れちゃった。あ、なんかスナイパーライフルちゃった。おお、波動球なんだよな。これって金でできることなのか、この波動球って。おお、危ね、甘い。アレクシアだ、アレクシア第三形態。まあこいつも第三形態なんだけどね。オーケー、よし、落ちこい。黒き髪、ん、黒黒髪なってた。あ、もう夢中になりすぎて、あ、ちょっと待って、怖い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 。これでもう終わりじゃね、まだ生きてる。あ、沈んでた。これはね、攻撃を食らわないように適当に歩いて、あれ、こんな明るかったっけ。
てかそもそもあの暗くするのにさ、おう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 、目の前にある、うん、目の前にこんな暗くするのに食材の火、食材というかろうそくの火こんなつけて、やったら危ないですよね、そうだよね。死ね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 、あれなんだったっけ、だー、 あれアレックスウェスカーだ、あれ系列よくわからんない、危ない危ない危ない、よし、オッケー、よし、だ、オッケー、あー、ちょっと苦しい苦しい厳しい、あ、ちょっと、あ、使うつもりなかったけど、使う、ちょ、まあいいや、うるるるるるる、なんかいっぱい波動球出していける、うん、うん、爆発、聖書爆発、リアフ、リアフ爆発、お前下にいたんかい、こっからあれか、なんかいろんな携帯をぐじ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 回しながらやっていく感じなのかな、あー、もうでも、色を打って痛いのね、威力が近いスカートなんか見えちゃうわよ、何もせずに、でもいくつだったっけこの人、もう140歳くらいだっけ、スペイン風邪が1910年とか、やいどいって言った、プチッ、なぜ邪魔だけど、お前がローズを手に入れて、うん、その言葉そっくり返してあげるわ、死にゆくあなたがエヴァのエヴァを手に入れたとしてどうするつもりだってね、あ、結構あれだな、弾もう半分使ったんだな、まあ当たってない、踏まれてるんだけどね、どこ行った、よいしょ、あ、やばいやばい、一緒についてくるし、ほいって、この爆発でなんか巻き込まれてお亡くなりになったりとかしないですかね、ちょーっといつの間に飛んできた、どこ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 、痛い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 、ほい、なぜだなぜ死な、いやもうその言葉そっくり返してやるわ、謎が50発もスナイパーライフルぶち込まれて生きてる、不思議で仕方がないよ、近い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 、痛い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 、さすがに100、130歳の加齢臭はすごそうだもんな、どこ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 、そのさ、なんかもう100年時代とかって言われてるけどさ、それもうオーバーしすぎだからね、あんたね、本当になんか自分が小学生くらいの時のなんか50代の女性の人とかってなんかもうすでにおばあちゃんみたいな見た目してたもんな、一人ちょっとそういう人が、あ、終わった、あ、やばいやばい、これあれだね、これちょっとまずい、キゴキゴキゴ、よし、ちょっとこれはまずい、二度とこの私の邪魔をできる、武器が出てこない、武器が出てこない、おっ、おお、そりゃそうなるわいな、やばいやばいやばい、終わった、ぬー、最後の力を振り絞って、ドゥー、OK、あれ武器いつの間にか変わってるし、変えたつもりなかったけど、まあでもここは無限武器、無限武器、 OK、 This is the end、お前はそこに言うことあり、私はここに立って、そして何かを言う、なあ、なあ、私の娘、私の今の一つの下りだけでなんか分かる人がいたらすごいなって思うけどな、分かる人がいるかな、 This is the end、 You're lying down and I say Everything's has gotBeginning has the end. Neo. あ、Neo って言っちゃったらもう何か分かるよね。あれだ。始まりがあるもんで、全て終わりがある。ネオ。ああ、帰ってきた。おかえり。かわいい。ところで、見つけ大丈夫？もう大丈夫。すごいな、やっぱ赤ちゃんって。どんな状況でも寝れるもんな。ああ、溶けていく。急にあれなんだな、やっぱり人間って役目を終えたら死ぬっていうのはなんかそういうのやっぱあるよね、うん、ローズかわいいな、娘も1歳半を過ぎたけどやっぱり妻でだってもかわいいもんね、もうそりゃそっか、おいイーサン起きろ、さてなんでこう終わった時にするってギリギリ、なんかもうちょっと援護射撃をしてくれたらよかったね、やっぱりスナイパーで狙うのには、やつは終わった、それは動きが激すぎて無理だったとかなんかな、よし、じゃあ帰りましょうか、お疲れ様でした、無事ねクリアすることができたね、なんとかね、あとはまあエンディングシーンでね、もう涙ちょちょ切れながらって、ほんと初めてやった時ね涙が止まらなかったからね、あ、ローズがここで起きてんだよな、ローズがここで起きてるんですよ、ダメだって、そんなパパをこんな風に見てしまったらもう
ね。でもやっぱ娘、おお、こんなところでもやっぱり奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。右手が大変なこと、これを見ろ。今起爆すればプランプランさんも骨がないもんな。しっかりしろ。でもそれでもやっぱり左手がしっかりとしてるって、右腕はまあちぎられて、あの切り裂かれてたけど、左手はね、セブンの時に切れられてたもんな。あの切られてたもんね、なんだっけ、チェーンソーで。おい、まあ、もうこんなシーンですらね、もう地面がどんどん透けていくからな。もうこうなった時点でクリスってなんだろうな、自分で伝えろ、こう頑張れ、もうちょっとだっていう割にはさ、最後の最後のところでさ、あの見捨ててる気がするよね。シックスの時のピアーズもさ、なんか強くなれ、 BSA のバッジをさ見てさ、んなんだこれやってる間にさ、で押されてわーみたいな、ほらこれこれこれもこれもこれもね、悟って頑張るってなるけど、本人がもう無理だっていうのをやったら、もうクリスもそこまで最後引き止めたりしないってことなのもね。ローズマリー、ローズマリー、いい名前だよな。イーサン、すげえ、ね、これ迫ってきてるもんね。でもやっぱり子を持つ母親として、まあ、最後イーサンというパパの存在のことを、まあ、待ってあげたところなのかな。ここで最後そのローズがなんかこう生まれた瞬間とかを思い出すようなシーンとか、こう走馬灯のようにパッパってあったとしたら、これまだないから、なんとかこう僕は精神を保つことができたけど、ダメだった時はね、あ、もしあったとしたら多分本当にこのシーン見てらんなかったと思う。はい、ということで帰ってきましたよ、ミア。ローズ、本当このミア何日同じ服着てるんやろな。だぜ、あれなんだったっけ、ルーマニアかなんかの郷土料理なんか言ってたよね、なんだったっけ、うん、まあそのところで、ね、まあ、さっと帰っていきましょうっていうところですね。はい、待って、いやー、兄さんはどこ、なんとかね、ちょっとまあどうしようかな。10月急げ、まだあと3週間くらい発売まであるんで、何をしようかなと思って、うん、すごい悩んでるんだよね。で、あの僕あまりにもやらなさすぎて、例えばなんだろう、その実績解除みたいなんでポイントが手に入るじゃないですか、あの、なんだっけ、 CP だっけ、クリアポイントかなんかだったけど、あれがね溜まってないせいで、武器も全部無限武器に解放するほどのあれがないんですよ。だからとりあえず解放できそうな武器だけを解放して、で無限武器に変えて、でまあちょっと誰だっけ、あ、マザーミランダのマザーミランダを実験台にしようと思って、あの各武器一つだけの武器を使ってぶちのめしていったらどんな感じになるのかっていうのを、まあ、ちょっとずつちょっとずつね試してやっていこうかなっていうのが、まあ次回からのカップみたいなねところですね。俺たちを逃がすために、これさ、ローズマリーのさ16年後を描いた世界がもう間もなくリリースってなってるけど、この BSA の謎っていうのもある程度出てくるのかな。まあ、それは16年後の世界も終わってるから、過去もしかしたらあれかな、行ったっていうのをバイオ9で描くというよりは、過去こんなことがありましたっていうのを描くだけで終わるっていう可能性もあったりするよね、これ、このワンシーンっていうのはさ。うんうん、まあ、それが9で描かれた、だって未来を描きすぎると、じゃあそれまでの過程で何があったかっていうのって、今度逆に作品にしづらいんじゃないかって思ったりもするんだけどな、そこら辺どうなんですかね。月を払わせてやる。いやー、本当にもうミアとしてはもう本当にローズしかね、もういない、物心つく前に父親がいなくなるっていうのはお互いにとって辛いですかね。はい、ということでね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、あのクリアの記念にね、あのチャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら嬉しいと思います。なんとかね無事にクリアすることができました。まあハードコアで、あのシャドウヴィレッジを、まあ、無限武器を使ったとはいえ、一応クリアしたことはあったんで、まあ、あのそれと比べたらね、難易度がね、やっぱりあの一発でハイゼンベルクとかもクリアできたんで、本当にシャドウヴィレッジやった時なんかはマジでね、もうボッコボコにされちゃってあの10回15回くらいゲームオーバーでやり直しっていうのがあったからね。なんならあのその前に出てきた、何だったっけ、ルシファーじゃなくってあのプロペラのやつ、もう名前が出てこない時点でも全然ファンじゃないじゃんってお前って突っ込まれたら、もうその通りって言われちゃうかもしれないんだけどね、え、あー名前忘れた、なんか短い名前だったよね。
そいつにも3回くらい殺されてるんですよ。だからあのユリアーっていうね、あのハイゼンベルクのあのなんか独り言を何回も聞かされたっていう記憶があるわ。意外とシャドウビレッジの歌強いんですよ。あとね、あのいないところにいるねライカンとかにビビり散らかしたことがある。最初にさ、あの村でなんだっけ、あの村のそのライカンたちの集団と戦ってクリアするシーンがあるじゃないですか。その後おばあちゃんが出てきて、でその後あの進んですぐ左に小屋があるけど、あそこの中にライカンが潜んでたりするんですよね。あれマジでビビった、うん、え、そうお前ここに来んのかよみたいなね。確かいたはずだよ、うん、っていうのもあったね。はい、ということなので、まあ、さっきもちらっとエンディングやってる時にお伝えをしたんですが、次回はからはちょっとまあ多分 5,6 パートくらいしかないと思うんだけど、無限武器をちょっと調達してですね、まあ、その武器を一つずつ使いながらマザーミランダに実験台になってもらうっていうことをやってみようかなというふうに思います。まあ、もしかしたら、余裕を持ってマザーミランダじゃなくてドミトレスク夫人をやってみたりとかもするかもしれないですけど、でまともに戦うのドミトレスク夫人くらいだもんね。あと、ああとまあ一応あいつもいるけどな、気持ち悪いカッパ、気持ち悪いカッパもいるけど、別にあいつをやるぶちのめすほどなんか弾を無駄遣いするのもなんか嫌だなと思ったりするから、まあそれはいいかな。はい、でまあそれがまあいろいろとこうこんな感じになりましたっていうのをね、こう皆さんに年、ね、実況をお見せしつつ、欲深い子だ、受けた恩も返さずに、まあ、10月28日をね無事に迎えられたらなと思います。もしかしたら全然違うゲームやってね、あの28日から急にあのそこへやっと少女の両親が助けにやってきます。ローズ編に立っていくかもしれないし、あとはあのサードパーソンシューティングバージョンになったね、あのまたビレッジをやっていこう、やり直していこうかなと思ったりもするんで、それはそれで、ね、父親は戦い、叫びます。だから年内はビレッジ系列をどんどんやっていくかもしれないし、また別のゲームもね刺さって始めていくかもしれないですけど、そこら辺はちょっとどうしようかなと思ってるんだけど、焼け残った森は人々に父親の犠牲を思い起こさせっていうね、この本、絵本が最初最初から最後までこう繋がった瞬間っていうのはもうゾクッとしたよね。いや面白かった、本当に。ビレッジたまらんですね、うん、はい、お疲れ様でした。あとはエンディングをね、まあ、チラチラと眺めながらね、まあ、語っていこうかなと思うんだけど、そうそう全然関係ない話なんですけど、この動画見てくださってる視聴者の中にあの梅田サイファーってご存知の方います？ラッパー集団の、僕最近知ったんですけど、実はその梅田サイファーっていうラッパー集団の中に出てくるケニーダズっていうやつが中学の時 の, あのバスケット、僕バスケットやってたんですけど、バスケットのねチームメイトだったっていうことをね知ってあれやつがいる、まあ、たまたまランチをねしに行ったんですけど、ランチを 何人かでしに行った時にファーストテイクに出たことがあるっつって、なんか2000何百万再生みたいな、えっと思って、なんか18分くらいの動画なんですけど、18分くらいの動画で MC やったりとか、なんかねめっちゃかっこよく歌ってたりとかして、えこいつすげえみたいな、だからなんか全国ライブ飛び回ったりとかしてね、まあなんかいろいろとこうちょっとあんまり公にできないような話とかも聞いたから、なんかあのそういう芸能人っていうのかな、まあまあアーティスト特有のそのちょっとやばい情報とかがね、あの手に入って、あの面白いなと思って、うん、そういう話とか聞けて、まあ、ケニーダーズね、あのまさかの同級生というか、もう本当身近に過ごした中学時代の中で最も多くの時間を一緒に過ごしたやつの一人だったっていうね、うん、そんなやつに対してね、僕はあのキャプテンやってたんでね、偉そうに指示出したりとかさ、あのブチ切れたりとかってね、あの彼は控えだったんで、なんかね 今思えばあのそんなすごい存在になるやつをね、あのそ、まあ、そう当時はそうなってなかったからとか言えねえ、なんか存在に扱ったっていうことに、ね、痛く深く反省をしておりますというそんな感じですね。世の中何が起こるか分かんないですよマジでね、うん、もう一人同級生ね、なんかあの大阪の南の方ですごいなんかバスじゃないや、トラック1台にそいつの写真がデカデカと乗るくらいね、なんか有名なホストになってね、もう何億って稼いでるらしいんだけどね、うん、それと比べたら僕なんかしがないサラリーマンやってますからね、やっぱ全然知らない世界があるもんなんだなと思ったりしたけどね、別になんかねそのなんか目立ちたいとか、なんか主役になりたい、どっちかっていうとコーチやってるから、
人を輝かせたりとかね、人がその望む人生を歩ませたいとかって、そっちに喜びを覚えるタイプなんだけど、なんだかんだでそれ何をやろうがやっぱお金も欲しいよねっていうのが、まあ正直本音なところではありますよね。まあ、自分のやった分の対価をね、もういただくっていうことを考えると、うん、まあそれはまあそれでいいんだけど、まあ、とはいえね、とはいえよ、うん、まあいろんなね、あの人生の歩み方っていうのがあるからね、まあ、そこに関してはなんかまあすごい同級生たちがいっぱいいるななんていうふうに思ったけどね。体だけ重役っぽいやつになんかブクブクブク成長してったやつとか、あとあの公認心理師あれなんだっけ、臨床心理師だっけ、なんか心理学に関するあの臨床心理師とかなんかいるじゃないですか。公認なんだったっけな、うん、あの国家資格を取ってその引きこもりになってる子供とか、まあ、あの登校拒否になってしまった子供とかのカウンセリングをしながら、あとはまあ高齢者のね相手をあのされてるっていうような同級生、まあ、そいつが僕をバスケットの世界とか FF とかバイオハザードの世界とかに引きずるずると引きずり込んで、ね、もう僕の人生を大きく変えてくれた、まあ、僕の人生が多分3分の1以上の影響を与えてくれたやつなんじゃないかなっていうのをね言ったりとかするんですけど、うん、だからやっぱりなんかね、僕あんまり同級生とかに思い入れがないから同窓会とかそういうのも興味がないなくて、高校とか中学の時とかもその成人式で一回集まったりとかみんなしてた中、僕は全然そんなの興味なかったから行かなかったし、まあ行かなかったとか行けなかったっていうのが正しいんだけど、ちょっと別のね大事な用事があったから行けなかったっていうのがあったけど、だからみんながこう Facebook とか Twitter とかでそういう楽しそうな写真とか上げててもなんとも思わなかったんですけど、やっぱあったらあったら面白いよね。まあ、それが多分いろんな範囲の友達っていうか同級生が集まってたとしたら、なんかね、それぞれのその印象に残っている思い出とかっていうのがもうあまりにも幅広すぎて、なんか話が合わなくてつまんねえってなったのかもしれないけど、バスケでその部活でつながってたってなると、大体もう練習か試合かって、であとはあの顧問の先生かみたいな。ね、あの共通の思い出がやっぱ多いから、いろいろ喋ってたら、あ、同じ出来事でも別の切り口から見えるんだっていうのがあって、すごい面白かったんよね。うん。まあ盛り上がるポイントも同じだったりとかするし、すごい面白かったね。まあその、ランチ会で、そのケニーダズとか、その心理師の友達とか、あと、当時お世話になった、あの中学の時の大学生のコーチ、なんかもう来てもらってて、その人は僕が顧問にボロックソに怒られた試合が印象的だったっていうねそこっすかみたいなねこともあったりとかしたから、いやそれはそれで面白かったけどな。まあ、ライカン誕生、ね、なかなかライカンの見た目って怖いよね。でもあからさまにもうあの怖いやつですみたいな見た目になってるもんね。ほらバイオ4とか5とかってさ、普通の人間っぽく見えるじゃないですか、一瞬。だからちょっと敵かどうかっていうのが、あの、わからないけど、まあ敵なんだけど、そのね、あまり恐怖心っていうのはなかったけど、まあ6なんか目玉たくさん大量発生とかね、したりするけど、あれこれ終わりだっけ、あ、そうか、あとあれだ。エピローグがあるんだ。そろそろそろ。ね。で、6なんかは、まあ、ゾンビが普通に出てくるから、ゾンビはゾンビでいいんだけど、なかなか、ワイルドな足の組み方してますね、どうぞ。男の子は月に触れると思う？キリッとしてるよね。そんなの無理だよ。で、あとなんだっけ、あ、そうそう。もし宇宙船があったら。7なんかね、もうなんか、ちょっともう形が人から若干離れてるから、あれだけど、王冠男ってなってくると結構怖かったけどね。で、まあ、モロアイカとか、がまあ、ゾンビ担当みたいな、ね、ライカン最初ね、それこそあの、まあ、今回はね強化武器とか無限武器とか使ったから全然怖くないけど、初めてやった時なんか動きが早すぎてヘッドショット狙うのも超大変だったからね。あれはすごい苦労した記憶があるわ。さて、ここでもイーサンの遺体ないもんね。だからとりあえず墓石だけ作ったっていう、そんな感じになるんだろうな。自分がいつかこうやって眠る時が来た時にちゃんと子供たちが、子供たちとかね、孫とかがねちゃんと、うん、来てくれるかどうかって、すごい先週は僕は不安なんだけど、まあそれをね、あのちゃんと墓参り行くよ。わかるよね。親父って言わないか、娘が親父とは言わないか、息子だったら親父って、息子まだいないけどね娘が親父だったらどんだけバイオルに俺育っちゃったんだってなるから仕事みたい。いや、いいな、愛してるよとか娘に言われたよね。愛してるよ、うん、今ね、
僕を呼ぶときもね、ママを呼ぶときもね、全部ママ、うん、パパって言ってくれないの、ママママって言いながら僕を呼ぶの、ね、こんな日に限って悲しい。君の出番だ、頼むぞ、エブリン。これ良くないよね、二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろう。これずっと監視下にあるってことなんでね。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。クリスも知らない力っていうのがね、そのダウンロードコンテンツの中でどうやられるからね。16歳の少女がさ、まあ、聞き手かどうか分かんないけどさ、大の大人をさ、あんなさ、後ろにバーンって叩きつけられるくらい力があるってことはさ、まあ、相当鍛えてるか、本当にその力がやばいかってことだよね。彼に似てきたな。さてさて、彼に似てきたなって、その彼が一体誰のこと指してるかなんだよね。知ってるまあ多分イーサンのことを言ってるんだろうけど、でここでその近づいてくる男性が一体誰だったのかっていうね、その考察っていうのが一体何なのかっていうのが気になるみたいなのは、未だにこれの結論って出てなかったね、確かね。うん、これチラッと見えてるね、あの人で。なんか初めてやった時気づかなかったけど、実はチラッと止まってたっていうね、止まってますかね、うん、はい、ということでね、すいませんちょっと長くなりましたが、おうおう、もう25分も録画してんじゃん、うん、ね。さあということでね、まあ、改めてですけど、最後まで本当動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回からね、ちょっとあのマザーミランダに実験台になっていただくということで、進めていきたいと思います。で28日をね、ぜひね楽しみに進めていただけたらなというふうに思います。まあじっくりプレイしたハードコア6時間48分ということでね、いやー本当付き合いいただいてありがとうございます。ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、また応援引き続きよろしくお願いします。さてということでね、この辺りにしてね、終了したいと思います。ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。最後までお付き合いいただきまして、どうもありがとう。マザーミランダ実験台にするからセーブせずに終了でいいかな。うん。はい。ということでね、最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。これ、オープニング戻ったらあれかな。ああ、普通に戻ったね。はい。ではね、以上です。